おはようございます飯沼秀樹のアートラジオ今日も始めていこうと思いますでは、えー、Google アートニュースを読んで読んでいきます、えー、横浜20周年に合わせて街中でアートプログラムと横浜市それから原美とは石川金沢で戦後から続く美術展原美現代美術ですかね、えー、ギター アコースティックギターの好きなブランドは人気投票実施中息のあった重曹など披露三重松坂ジュニアなどギター発表会イラく松坂 Jr. ホーロックを愛するギター初心者女子が軽音部に入部して奮闘普通の軽音部一貫アニメかな漫画かな面白そうですね映画「ウィニー天ぷら見放題」に登場 えグルーープが x ツイッタで生配信いつも通りわちゃわちゃする予定なたり「ー a g エメラルドビヨンド体験版」が4月4日より配信もうこのちょっとあのアラートやめますね最近で僕ちょっとアマゾンプライムを解約したはずなんですけどえー AWS っていうウェブサイトのサイトがウェブサイトのそのベースを作るのが、えー、っと毎月引き落としが全然止まらなくて止め方が分かんなかったのでクレジットカードをやめたんですけどそれと同時にアマゾンも使えなくなってるっていうでもう楽天ですね楽天とのもう少しいい買い物の仕方を教えてほしいなと思ってるんですけどいきます。えーでなんか おすすめの展覧会とそれから法然と浄土、えー、極楽浄土あれこれねあの上野のでやってますよねでは映画恋を知らない僕たちは実写化で実写化オリコンニュース映画の余,は余韻,余韻ぶち壊し日本限定エンドロールに避難殺到ゴーストバスターズ最新版そうなんですか気になります 新 B の巨人たち春のアート旅浜離宮恩賜公園恩賜庭園ああ行ったことないんだよね浜離宮えー、っと「エルデコ知っておくべき4つのポイント横浜鳥になれ」これはいいですね横浜鳥になれ行ったら今度こそ動画 YouTube 久しぶりにやろうかなと思ってるんですけどね昭和から令和にこれは、B、PR でしたゴールデンウィークこれもさっき読んだよね 建築分野のカーボンニュートラルに向けて4月4日もう少しゆっくり話した方がいいですかね聞き取れますかね「えビアズリー店いいですねこれ東京三菱1号館で2025年2月からちょっと先ですけど25年1年後ビアズリーいいですね あでもその昔のアートだからそういう過激な表現もできるというかだからねどうなんだろうなと思いますけどねこう現代においてその過激な表現をしているアートを取り上げるかどうかで、まあ、美術史の中で重要とされているアートをと使うのはいいと思うんですけど、はいまあ、そんなこと言ったら本当に,にその人間性まで掘り下げてったら。 展覧会できるアーティストね難しくなってきちゃうのかなと思いますけどはい健康健康のためにサプリを飲む人が知らない事実自己判断で飲むことで重い病気を見逃す危険もねそうですね「NTT コム電話できる脳の健康チェック」えー「ミュージック」 ないですねアートはパルコアートミュージアムとあってフランスはえー、っとファッションファッショントレンドぴったりおすすめバッグをディズニーアートマガジンでふわふわチュールで存在感東京コレクションの来場者ファッション読売新聞オンラインこれなかなか珍しいとこあれ ね来場者のチェックってのは結構いいんじゃないかなと思うんですけどねはいそんな感じで斜めにしてきましたけどどうですか皆さん良い一日を過ごしてますでしょうか「かおら」って朝一番で読んでますけどどうですかねえー「PR タイムスですけど鹿島美術にて開催ここの上絵師渡辺清帝の多彩な作品が一堂に会する展覧会 Vol.3 イラストレーターア PR ですねブランクーシーは見ていてえっ、ー、と映画映画で絵画じゃあ,あとはには建築全体を開いて まあ手元にねあの新聞もあるんでこれ読むのもいいなと思ってはいるんですけど「えー、美術展ナビのらになる」「地獄と地蔵」「地蔵と地獄」「美術展ナビ」それかられさっきのやつだえー、っと映画と「ゴールデンウィーク」と「メタボリズム建築」 プロンプトライトイベント4月14日開催黒川幹雄氏ともにとえ都内のメタボリズム自伝建築を自転車で回る回るライトイベントが4月14日に開催それから現代アートはうんなんかないかな 岐阜県現代アートで活性化を目指す催し実行委員会の設立総会 NHK 岐阜県のニュースいいですねポッドキャストうんメタバースの魅力を掘るポッドキャストパンサー向井がパーソナリティへーへえどうでしょうメタバースもうある意味ちょっとゲームですよね昨日もちょっと入ってみたんですけど VR もちょっとやってみたんですけどいやーちょっと僕まだリアルの方が好きかなと思ってますけどえーと音楽小音楽中心 in japan6 月2 9 3にベルーナドームにて開催えっ PR ですねえ彫刻はブランクーシーでえー ファッションはいこれです春フ,ファッションにトレンドぴったりのおすすめバッグディズニーアートマガジンディズニーストアマガジンですねよしでは斜めしましょう斜め読みしましょう深,深掘りしましょうえー、っと消えない消えない動けないえっ、ー 消しましたふわふわでジュール存在感東京コレクションの来場者ファッションえー、っと思い思いに着こなしていたとふわふわジュールすごい格好してますね渋谷光で先初日の11日昨日か昨日じゃなくてえー、っと先月ですかねカメラに向けていたというわけで書いてある「 誰でしょう、ね「にぎやか」をテーマに咲きこなしとして写真家のアリスさんレモン色と白色のフリルが段になったスカートガールズグループ東京女子流の新井ひとみさん黒いチュールスカートとシースルーのトップスにベージュ色のピスチェを兼ねたお素敵ですねニューヨークから来た編集者とか出てますけどなんかピスチェ ふわふわ系の服が死スルーとかはい、流行ると言われたのを早速取り入れてますね素敵ですねでは3年に一度の一度のアートと言ううなレトーなーでしておきべき4つのポイントエールジャパンのニュースですね丹下建造建築を大改修した横浜美術館テーマは野草それから えー、世界31位の国から国と地域から93組のアーティストが集結と写真が出てますね93組すごい。ヨワル,ルナンゴサンドラ・ムジンカエ,スエ,スエクスパー・エクサーアネタ・グシェコス・フースカ。 ミルテ・ファンデルマーク、ブック・フェルカーダ、ピッピョッタッ・ト・ニオ。なんていうのがピックアップされてますけど、どうですかえー、掘り下げた方がいいのかなまあ、いいかなはい。では、今日こんな感じでアートニュースをお届けいたしました。皆さん、よい一日をお過ごしください。ボンジュルネ・アビアント。彫刻家の犬デ樹でした。